スによると、今年釜山港に来る予定だった外国クルーズ船が突然大量に寄港をキャンセルする事態が起きている。1月5日釜山港湾公社によると、昨年12月30日の時点で今年31隻の外国クルーズ船が261回にわたって釜山港に寄港すると申請したが、新年早々からキャンセル通知が相次いでいる。去る1月4日基準で3隻が26回の寄港をキャンセルした。MSC 社リリカ号、65000トン級が当初43回寄港することにしていたが、21回と半分以上減らし、プリンセスクルーズ社マジェスティック号、142000トン級は、13回で11回、NCL 社のルエジェン、チニ号、164000トン級は8回から5回に釜山寄港を縮小した。これによりクルーズ船に乗ってくる観光客も昨年末予想した658580人余りから595900人余りに減った。マジェスティック号とノルウェジェンチョニ号は今年釜山に新たに寄港する大型船である。港湾公社は突然の大量寄港キャンセルの背景が何であるかの把握に苦労をしている。一部船会社が、船を借りるのが容易ではなく寄港を縮小する、と発表したが、港湾公社はこれを額面通り受け入れない雰囲気である。高高度ミサイル防衛システム、サード配備の決定に対する中国政府の報復措置が様々な形で露骨に出ており、この関連があるのではないかと心配している。釜山に寄港する外国クルーズ船のほとんどが中国上海や天津からで、乗客の大半が中国人だからである。中国政府がクルーズ船を利用した自国民の韓国観光を規制しながら、乗客の募集が難しくなった新規就航船会社中心に釜山港寄港をキャンセルする事態が広がる可能性があるということだ。中国の観光客が最も好むチェジュに、22万トン級のクルーズ船まで受け入れるカンジョン港が今年7月にオープンすることも影響を及ぼしたと港湾公社は分析した。実際釜山港寄港を減らした外国クルーズ船会社がチェジュ港寄港回数は計画通り維持したことが分かった。このため港湾公社は中国からのクルーズ船寄港キャンセルがさらに増える可能性を懸念している。ある関係者は、キャンセル自体がより続けば、今年釜山を訪れるクルーズ観光客が昨年の57万人よりさらに減少することもある、と心配した。釜山を訪れる外国人クルーズ観光客は2011年は5万人に過ぎなかったが、昨年10倍以上に増え地域観光産業に活気を吹き入れたが、今年は大量寄港キャンセルという悪材料にあって深刻な節目を迎えた。来ないで、微細粉塵、超微細粉塵も来ないように防げ。来たところで大企業や商人だけが腹を肥やし、ほとんどの国民に何の助けにもならない連中である。大韓民国がいつから韓流と中国人観光客で暮らしていくことになったのか。一部の大企業はお金を失うかもしれないが、より依存が大きくなる前に他国で市場を拡大するのが正しい。サードのために経済が困難になるということはデタラメだ。今韓国製品を使う中国人はかなりの電子製品、炊飯器まで10年以内に中国製品に乗り換える。朝鮮族がタイと入ってきて観光業も全部朝鮮族が思うがままにしているのに、大韓航空や大企業の免税店は一部打撃を受けるだろう。お前らこそ背塗りより新大企業政党だ。民主党の奴らは精神があるのか外国度なのか。サードは同盟国と解決すべき問題である。反対するということはあり得ることだが、どうして内政干渉中の中国を訪れて解決しようとするのか。こんな記事もみんなデタラメであるだけだ。来るのが嫌なら来るな。どうか中国の奴らは来るな。傍若無人な中国の奴ら。歴史は繰り返されて君臣関係になるのです。このコメントに完全に同意します。正解ですね。遠くにある国とは密接に過ごし、近い国とは距離を置いて警戒する時です。私たちに実質的な脅威を与えることができる国はすぐ隣にある敵である。時代主義をまだ意識として持っている国会議員を見ると本当に腹が立つ。朝鮮の歴史が私たちの歴史の全てに刻印された植民史観が問題ですね。私たちの歴史の中で朝鮮を除けば紳士的な民族性を持ったし、外国との貿易も活発に行われていた。加えてそのいくつかの強力な国家にも屈せず堂々と立ち向かいました。結論は何かというと、半島古事記のような5000年の歴史から今のような繁栄と平和になったのは米国のおかげだと思え。民主党議員が個別にサード配備を云々することは非常に誤ったことである。サード配備を承認する立場だが、反対をすることができるとも見る。それなりに意見がある。
しかしすでにサード配備が決定されたというのに彼らがすることは外国でそれ以上でも以下でもない。さらに中国が大韓民国外交部と大使は知らないふりをして冷遇して、王毅部長が自ら野党議員を迎えて歓待するのは、まるでギャングが業者管理をすることと似ている。北朝鮮の継続的な核開発意思とトランプ執権などでサード配備は韓米同盟の強化のためにも必ずしなければならない。最大限配備する必要があります。正解です。完全同感です。これだから民主党がまだ正常な感覚ではないということです。ムンジェインも同様。嫌顔でもその国の政府が国家レベルでしなければならないこと、一部の野党議員が立ち上がってどうこうするのは、将来自分たちが与党になった時同じようにしても大丈夫だというのではないか。編集所感。韓国政府は5年ビザを提供すると検討したり、世界最大のチャイナタウンを建設して中国人観光客集めに必死の形相だが、中国はサード配備のみで韓国経済に深刻な経済制裁措置を取っている。まるで北朝鮮の核開発よりもサード配備の方が厳しい対応であるとそこまで言うとかなり大げさだが、それほど大きな問題でもないのに重大問題と位置づけて韓国を従属させようという中国政府の考えである。中国にとっては韓国に親中政権が根付けば安心安全であることは確かだ。要するにサード配備を通じて反米親中政権ができるように干渉しているとも言えるのである。また途中で米国の圧力に屈して親日路線に切り替えた朴槿惠政権を非難している。中国共産党の中では未だ韓国は制御可能な政権であり、親中属国であるべきだと考えているのである。中国政府は韓国に対して経済制裁を行っているとほぼ公言したようなものだが、旅客航空便チャーターを許可しなかったり、中国の旅行会社に韓国旅行パッケージの売り上げを削減するように指示したりと観光関係だけでも顕著に圧力をかけている。中国政府に言わせれば、サード配備を撤回すればよいだけだ。簡単だろう、というところである。韓国政府にとっては非常に頭の痛い問題だ。トランプ政権は韓国の動きに関して注視しているような発言はほとんどないが、中国に対しては経済的な面を中心に積極的に立ち向かうようだ。韓国のサード配備はどのような位置にあるのかは全くわからない。韓国が本当に無視されているのでね。トランプ政権にとって韓国の立ち位置は中韓米軍の問題と米韓 FTA くらいである。朴槿惠政権や権限代行政権が形骸化しているので相手にしょうがない。韓国は何がどうあれさっさと弾劾裁判の結果を出さなければならない。別に弾劾否決されて朴槿惠が復帰してもいいと思う。それよりも何よりもこの政治空白自体が韓国にとっては大きな問題である。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録が可能です。また、よろしければ動画の